週刊文春電子版スクープ速報。元祖東大出身タレントにして女優キャスターとして活動する菊川怜さんが夫で実業家の秋田義輝氏と離婚していることが週刊文春の取材でいち早く分かりました。週刊文春の取材班が秋田氏に質問状を送ったところ、実は離婚の合意がすでに成立しましたと回答し、その後離婚が発表されました。菊川さんは東京大学工学部建築学科在学中にモデルデビューし、今年芸能活動25周年を迎えました。好感度が高く、2002年と2003年に2年連続 CM 女王に、20代後半に女優から報道情報番組のキャスターに路線を変更、真相報道番記者と特ダネの司会を長年務めていました。その菊川さんが2017年に結婚した相手が9歳上のカリスマ実業家の秋田氏でした。グルメサイト食べログの生みの親で、レシピサイトクックパッドの社長などを歴任。2018年にブライダル関連や不動産など多角事業を展開する工夫カンパニーを設立し、代表を務めています。最近は子供関連事業にも進出。結婚当時200億円と言われた総資産は現在約400億円まで増えているといいます。二人は交際数ヶ月のスピード婚でした。しかし結婚後すぐに秋田氏の女性スキャンダルが発覚。ブライダル関連企業など社会的な影響力がある企業のトップでありながら、3人との女性の間に4人の婚外子がいることも報じられました。秋田氏は菊川さんと結婚後、愛車のナンバーに自分と妻にちなんだ数字を入れていました。その後夫妻は3人の子供を設けており、最近まで夫婦円満に見えていたといいます。そんな菊川さんと秋田氏はなぜ離婚を決断するに至ったのでしょうか。現在配信中の週刊文春の電子版ではその内幕をどこよりも詳しく報じています。この続きは電子版の方でお読みください。はい、ここからは雑談パートとなりまして、週刊文春電子版のサブデスク斉藤優と、綿貫がお送りさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの動画のライブ配信では僕がプロデューサーと呼んでいる綿貫くんですけど雑談では初めましてになります。この雑談の形式では初めましてになりますが、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回菊川さんのこのニュースについて、話せたらと思うんですけど、実はこの雑談自体も結構緊急で回してるみたいな感じで、ちょうど1時間ぐらい前ですかね、菊川さんが離婚を発表されて、実はこれ記事が出る前にそういう離婚が発表されたんですけど、実は週刊文春が離婚については情報キャッチしていて取材していたと、こういった内容の記事になっています。でこの編集部で作業してると、なんかこの実はこっちが取材してたのに向こうに先に発表されてしまうっていうこと多い気がするんですけど、綿貫くん、いくつか記事とか担当してる中でもこういうケースってあったりしました、今まで？そうですね、週刊文春電子版では水曜日の12時にその週の号の記事っていうのを配信してるんですけれども、最近は結構その週刊文春電子版という媒体の存在も結構知られるようになってきたので、水曜12時に出るんだなっていうのを多分前方の側もちょっと把握されてきてるというか、でそれとですね、水曜日の、記事発表に先駆けてですね、火曜日の段階で、取材の成果でこういう情報がありましたよというのを、取材対象の芸能事務所さんとかの方にですね、質問状というのを大体火曜日に送っていることが多いんですけれども、その質問状が送られたタイミングで結構、例えば今回のような、芸能人が離婚しているというようなスクープしたら、すでに、雑誌の発売とか電子版の公開に先駆ける形でもう事務所さんの方から発表されてしまうというふうなケースが最近増えてるなっていう感じはしますよね。確かに増えてるよね。自分も5年前まで週刊文春にいたことがあって、なんかその時よりも先方というか向こう側のその対応がすごいより早くなってるなっていう感じはして、綿貫 P が言った通り、水曜の12時に公開されるものというもう前提があって、なんか対応が確かに早くなってる感じはするなというふうに感じる。今回の菊川さんの件も本当にそう感じました。で、直近だと篠田麻里子さんの記事をやった時に、篠田さん側が、お付き合いをしていますというのを、インスタで突如発表して、それが話題になってて、なんかそう考えていくと、このインスタでのいきなりの報告みたいなのって結構裏には、取材してるメディアがあるみたいなケースが多いなっていうふうに改めて見ていくと
なんか思ったりしましたね。そうですね、まあそれだけ電子版という存在が知られてきたっていうところなので、うん、まあちょっと嬉しい反面、まあちょっと記事の注目度という意味ではどうしても本人の方からの発表の方が注目されてしまうというところがあるので、うん、それだけ影響力があるメディアと見られているからそういう対応するっていうのもあるかもしれないけど、確かにそれは困っちゃいますよね。なんか一方で今その話してて思い出したのが、あの企業がなんか不祥事というかそういったものを発表するっていうニュースもあったりするじゃないですか。まあ、例えば社員のその不正であったりだとか、幹部の方のなんかまあ逮捕された事案だとかなんだとか、なんか結構そういう時って外部からの追放を受けっていう文言がそのリリースとかに書かれてたりニュースになってたりするじゃないですか。なんかそれって実はその週刊文春の方が質問したことをなんかその通報、外部からの通報というふうに捉えてそういうふうに発表してるみたいなケースもあったりするんですよね。そうなんですよね。だからそれがなんかね、通報したというつもりはないんだけど、なんか通報として捉えられてこちらが記事に出る前に発表するみたいのは、なんか例えばプロ野球の球団とか企業の大きな企業とかだとなんかあったりするなというような風に思い出したりしましたね。そうですね、まあ企業側としてもやっぱり週刊文春の通報を受けというふうに書いてしまうと、うん、それはまあガバナンス的にどうなんだと確かにねなってしまうので、まあそういう書き方になっているっていうところはあると思うんですけれども、ただ一方でやっぱりこの報道で世の中が動いたんだっていう部分がちょっと見えにくくなってしまう側面は、うん、ああでも本当そうだよね、確かに、ね、なんか外部からの通報っていうとなんかこうそういうメディアではない人がなんかこう通報したみたいな風に見えるというか、なんかこう会社のことをちょっと聞きかじった人が一般の人が聞いてるみたいに見えてしまいますけど、実はそのメディアに追及されるまでそういう風に質問を受けるまで対応してなかったというところだとは思うので、なんかそういう言い回しにうまくこう言いくるめられて週刊文春の中隠されてしまうのはちょっと何とももどかしく感じたりするなという感じはしますね。はい、まあ、ちょっと今回は吉川さんの記事が発表というのが先立ってあったので、まあいわゆるスクープ潰しというか、ちょっとスクープ、週刊文春の質問を受けて発表するパターンについてちょっと雑談をしていきました。今回はこれぐらいでありがとうございました。ありがとうございました。週刊文春電子版では雑誌発売日の1日前にスクープ記事を配信中です。紙面未掲載のオリジナル記事や会員限定の番組も見放題。新機能の紙面ビューアーを使えば実際の紙面と同じように記事をお楽しみいただけます。コメント欄の URL をクリックしてぜひ週刊文春電子版をご購読ください。